次の曲は沢田研二さんの勝手に仕上がれです。皆さん、あの声はちょっと控えめかもしれないんですけど、振り付けは全然やっていただいて大丈夫なので、皆さんで盛り上がっていきましょう。お願いします。壁際に寝返り打って背中で聞いている。やっぱりお前は出て行くんだな。悪いことばかりじゃないと思い出かき集め、カバンに詰め込む気配がしてる。言ったきりなら幸せになるがいい。したりとかできるの、なんかすごく久しぶりな感じがして楽しかったですね。これまた歌おうかな。歌っちゃおう。ありがとうございます。